はい、皆さんこんにちは。今だからのんびりフィルムカメラのひとりぼっとです。ですね、果たして今日は、また散財をしてしまったかもしれませんという動画を配信したいと思います。はい、今ですね、今日は土曜日なんですけれども、朝から仕事で、仕事が早めに終わったのでリサイクルショップにまた立ち寄ってしまいました。ということで、今日購入したのは何かというと、はい、このカメラとこのレンズです。ペンタックスですね。ペンタックスの、MZ10 というカメラに、タムロンの、はい、28-200 というレンズがついていました。レンズの形式は、271D ですねというレンズです。で、このカメラについていたのはこの、はい、タムロンの、はい、72mm のレンズキャップと、それから 72mm のマルミのフィルターです、はい、がついていました。それから、ペンタックスの MG1 の方には、MG10 の方には、はい、ここのシューキャップっていうのかな、がついています。ということで、おそらく私はですね、このカメラは使うかどうかわからないというか、まず多分使わないというか、ジャンク品ですので使えるかどうかもはっきりわかりませんけれども、使わないと思います。なぜこのカメラを購入したかというと、やっぱりまず第一がこのフィルターですよね。 72mm のフィルター、これ Amazon で買って一番安いのが771円だったかな、くらいします。というこのフィルターと、それから、このシューキャップですね。それと、このやっぱりタムロンの28-200のペンタックスマウントのレンズというところがちょっと魅力を感じました。おそらくこのレンズもですね、ヤフオクなんかで調べると、おそらく送料込みだと1500円とか2000円くらいになるかもしれないですけど、レンズ団体の値段でいうとおそらく1000円を切っていると思います。はい、このレンズを何に使いたいかというお話なんですけれども、最近ですね、盛んにお話ししますように、最近ペンダックスの K1M2 を購入したという話をしました。ですので、この古いフィルム自体のレンズです。このレンズの発売は、1996年、田村さんのホームページにまだ出ているんですね。もう25年以上前のレンズで、当時ですね、価格が、定価ですけれども5万5000円したという、決して、安くはないレンズだと思います。当時ですね、このペンタックスさんの、レンズの特徴ですけども、ゴムが非常に分厚く盛られています。おそらくやっぱりカメラをですね、盛んに皆さん持ち歩くときで、レンズ傷つかないようにという配慮だったと思いますけれども、こういったレンズ、田村さんのレンズ多いですよね。で、今、中古市場ではあまり人気のあるレンズじゃないかもしれないんですけれども、メーカーさんとしてはですね、おそらく、高性能に作られたということが田村さんのホームページに載っています。ですので、これをですね、ペンタックス K1 マーク2につけて使ってみたいなと思って、購入をしました。はい、今日は散財をしたかなという動画ですけれども、ちょっとこの後カメラに装着してみたいと思います。はい、こんな形になりました。なかなかですね、やっぱりボリュームのあるレンズですので、K1 にはですね、ちょうどいい感じのボディサイズというか重量感になりました。バランスは非常にいいです。伸ばしてない時は非常にいいですね。伸ばすとこんな感じですけど、伸ばしても、結構バランスはいいレンズです。オートフォーカスも、はい、問題なく動きますし、望遠でもしっかり、はい、焦点が合います。ということで、フィルムカメラの、チャンネルですので、デジタルカメラを使うにしても何らかの形でフィルムに関連付けようということで、こんな動画を作成しました。なかなかいいですね。バランスいいです。
写りは私皆さん、田村さんのレンズ、どうなのか分かりませんけど、今まで私田村さんのレンズを使って写りが悪かったということは感じたことがないです。もちろんしぐみさんもそうですね、非常に、私デジタルカメラ始めた時に、純正品使えなくて、田村さん、しぐみさんのレンズを使っていましたけど、それによって何かあの不具合というのはなかったですので、おそらくこのレンズも、はい、フィルム時代のレンズですけれども、はい、楽しませてくれると思います。はい、今日はですね、今リサイクルショップの前から、はい、撮影を、動画をですね配信してますけれども、散財なのかどうなのか、皆さんもこんなことありますかね。例えばあの、カメラ本体ではなくしてレンズが目的だったり、それからこういったフィルターが目的だったりということをあると思います。皆さんもですね、そんなことができない、エピソードがありましたら、ぜひコメント欄で、コメントを寄せていただきたいと思います。はい、今だからのんびりフィルムカメラのひとりぽっちでした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。さよなら。